小泉613月6日から1945年3月1日は日本陸軍の軍人。最終階級は陸軍中将。広島県出身。広島繁華市、氏族、秋山誠一の次男として生まれ、小泉八一の養子となる。陸軍幼年学校を経て、1896年5月、陸軍士官学校を卒業。 翌年1月不評勝位に任官し、不評、第21連隊付となる。1903年11月、陸軍大学校を卒業。日露戦争時には、不評第11連隊中隊長、第4師団参謀、第2軍参謀を務めた。第1師団参謀、陸軍省軍務局不評会員、不評第1連隊付欧州出張を経て、 第一次世界大戦において1915年8月から陳太を守備軍副官となった。以後、不評第一連隊長、軍務局不評課長などを歴任し、1920年8月、陸軍少将に進級。陸軍兵器本省付を経て、憲兵司令官となるが、1923年9月の関東大震災直後に起こった天かす事件により、9月20日に、 停職、翌年1月に退面となった。しかし、1924年2月には、不評第13旅団長として復帰し、1925年5月、陸軍中将となった。死が中東軍司令官、第11師団長、第3師団長などを歴任し、1930年8月、予備役に編入された。 1936年から1944年6月まで帝国在京軍人回復会長を務めた。ありがとうございます。